加わって、ついに忍さんが登場です。ということで、どうもララノンです。本日もクレヨンしんちゃん続きやっていこうと思います。今日から朝の体操、わっ、よしこお姉さんも来た。よしこお姉さんが登場します。ジローは、あ、ジロー来ないんだけど、あれジローだよな。ジローだけ固くなに来ない。あ、分かった、私 DJ ゲームやってないからだ。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3、完璧ですついに完璧に覚えました。あれか、多分 DJ ゲームやってないのがダメなんだな。 DJ ゲームやるか。ではいただきます。いただきまーす。美味しそう。ふんだんなアボカドとトマトじゃなかった、卵。さっきの話、理屈は全然わからないけど、ララコがそこまで本気だったら、お姉ちゃんは全面的に協力するね。恐竜を戻すことかな。金曜の朝、ララコちゃんはあの絵本から過去の世界の記憶を見つけた。うん。それは不思議な歌のようなものでした。あの、お母さんが読んでくれた本かな。ヒヒコの竜ね。王が眠る地に現れた竜、濃い大きい乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち。濃い大きい乙女と姉妹は伴、どういうこと姉妹はまあララコちゃんというヨヨヨ言えないヨヨコちゃんなんだけど、濃い大きい乙女、どういう意味なの。これは古代九州国の絵本のクライマックス、ヒヒコの村に恐竜たちが現れるシーンなの。博士から聞いた話では、今までのタイムトラベルは全て思いや記憶が道しるべになっている。だからこのシーンをみんなの力で再現して、それを道しるべに博士のタイムマシンを動かせば、恐竜たちはすぐにここからいなくなるはず。なるほど。ん王が眠る地に現れた竜が現実になるなら、あっちの世界に竜、つまり恐竜たちが現れる。つまりここからあっちへ恐竜たちを移動させるってことなのか。まあ、返すんだけどね。すごいぞ。でも恋多き乙女と姉妹とそれぞれの伴侶役が必要よ。恋多き乙女と姉妹とそれぞれの伴侶役、姉妹に各々の伴侶が必要なのか。男女3人ずつ、合計6人。そういうことか。やっぱり誰がその役をやるの。あ、もしかして、もうそう、姉妹の役は私たちしかいないでしょ。ララコの相手役、しんちゃん。で、伴侶の役は、お姉ちゃんの伴侶は、サブロくんでしょうね。え、そんなこと頼めるかな。あと、恋多き乙女は、よしこちゃん。恋多きっていうか、一応キャップに一途だけどな。そのお相手はキャップ、お父さんの出番だよ。そんなこと頼めるかな。大丈夫、よしこちゃんはキャップが好きだから。何言ってるの、お父さんだってまんざらでもないくせに。いつまでもうじうじしてないで、母さんのこと忘れて再婚しろいや、言い方よなんつったってよしこちゃんピチピチよ、大学生だからね。いいんか、オラが立候補するのはダメですかな。ダメ。いい、キャップ、今日の晩ご飯までによしこちゃんに出演を頼んでくること。そしてよしこちゃんの伴侶はキャップ、絶対よ。ララコはだから。そういうお前はどうなんだ、いつまでも一人じゃないか。サブロー君とはお付き合いしてるのか。私は、てんてんてん、彼と結婚するから。お、急に。え、だからお父さんも幸せになって。いきなりだな。まだ付き合ってもないはずなんだけどな。うん、わかった。今日よしこ君に相談してみるよ。で、オラの相手は、私に決まってるじゃない、やっぱララコの相手がしんちゃんなのね。がっかりしてるし。しんちゃん、よしこお姉さんがよかったもんね。ごちそうさまでした。忍法カレーの銀河くんが仕事のことで困ってるようなんだ。誰かに悩みを聞いてほしいみたいだよ。忍者の悩みを聞かされたって、一般市民の私たちには手裏剣の飛ばし方とかわからん、巻き菱の踏み方とか投げ方じゃないの、踏むの。踏んでどうする。しんのすけ、巻き菱って知ってる。うちのローンもあと32年。それはまあ厳しいでしょ。難しいところよくわかったな。
ララコちょっと行ってみようかな。しんのすけ、この後忍法カレーに集合ね。あとお姉ちゃんとキャップは先ほどの宿題をお忘れなく。そうだね、二人は誘うことをしなきゃいけないね。そして私はとりあえず二郎のところに行って DJ になってこなきゃダメかな。そう、ダンシング二郎行って DJ やろっか。これずっとやってなかったから多分これだと思うんだよね。 DJ ゲームで遊ぶ、かける曲を選ぶ。どういうこと、おすすめ決定スタート。どういうこといまいちこの DJ ゲームがわからん。これって遊んでるなの？なんかもうただ単に CD 入れまくってるだけなんだけど、ちょっとわからないです。どんな曲をかけますか。足かせになる博士よくわかんないな。違うかもしれないな。二郎はこれじゃない気がするな。ちょっと待って、歌がすごいなんか混雑してる。すごく、すごい歌が混雑してるな。 DJ 曲を5つ手に入れてる。わかんないやちょっと待って、歌がね混雑しすぎてうるさいからどうにか変えよう少しずつ変わるぐらいにしようか。いいのかわからない。わからない。まあいいや、これで。なんか混ざってるとちょっと聞きづらかったんで、これでいこう。おいほー。やりますね。あ、踏まれたちょ、待って、突撃レディかわしたはずなのに。踏まれた。難しいぞ、これ。待って。ブリブリ歩きがちょっと早すぎる。キャハハハ。モットちゃんでもよかったよね。別にジローとモットちゃんでね。ボーナス、ボーナス。来た。忍法カレー来ました。ずっと辛すぎて悩んでるじゃん。それ誰待ち？ああ、カズマくんたちを待ってたんだ。あ、みんな来た。アッソー防衛隊来た。来た来た、遅いぞ。面白そうだから来たよ。今日は何があるの？百聞は一見にしかず。では、銀河さん本人にお話を伺ってみましょう。お主はテレビの敏腕レポーター？新聞記者よ。最近は家業を継ぐことを若干意識してるの。新聞記者ってこと？なんてね。銀河は長年研究してきた自慢のカレーが辛すぎて辛すぎて。そう、辛すぎるんだって。火吹くほどに。誰も食べてくれないことを告白した。だから辛いのが好きな人にアピールすればいいのにね。悩みはなかなか根が深い。そうなんだ。しんのすけは知ってた？知ってたよね、しんちゃんね。いいえって言う？いや、知ってた知ってたじゃあどうすればいいんだろう。これは難しいぞ。ねえ、人間が食べられないのなら恐竜に食べさせればいいんじゃない？それお金もらえなくない？え、変。僕も今同じことを考えていたんだ。本当かしら。そしてマサヤ君のアイディアをやってみることになったのです。恐竜に食べさすの？誰がお金払うの？博士。餌代？おーおー、来た来た来た。もうすでに火ついてるしね、このティラノ。ティラノーン。来た。踏むよ踏むよ。踏んじゃう踏んじゃう。お、あ、食べた。いや、皿ごとな。皿ごと食ったけどね。喜んでるのか怒ってるのか分からん。恐竜に新しいカレーを与えるとペロリと食べてすぐに完食。これは美味しかったってことなのかな。確かに。どうやら気に入ったみたいです。おお、食べる人見つかったじゃん。恐竜返したらもう食べる人いないじゃんね。でんでん、火吹いちゃってるよ、火やば、燃えちゃう。めっちゃティラノーン火吹いてるし。今見てた？あいつ火を吹いたよ。おら、すごいもの見ちゃったぞ。辛すぎたのかしら。でもうなずいてたし。恐るべし忍法カレー、良薬は口に逃がし。美味しかったってことでいいのかな、これは。どうですか、ご感想は。嬉しいでござる。そして拙者もやってみるでござる。
食べたことないんだもんね、そういえば。うん、素晴らしいうまさだ。体を突き抜ける快感、そして体を突き抜ける辛す辛いやば人間が火を吹けるようになった。カレー屋の主人銀河忍も大満足の結果です。大満足してるね。この人は本当に人間なのかしら。まあそうだよね、そこが疑問だよね、火吹いてるし。しんのすけ忍者を救う、終了。ジローのパートがなかなか進んでない気もするんだよな。どこ行こうかな。とりあえず魚も釣りたいね。魚いる。リール竿に変えよう。よし。と、これリール竿の意味いまいち分かってないんだよな。いいの釣れるんだろうか。よし、来た。金平。釣ったことある。なんか異常にちっちゃい魚がいる気がするんだけど。よし。メダカ？違うか。なんだ、同じじゃん。魚影ちっちゃかった気したんだけどな。ダメだ。見つけてないやつを見つけることが難しい。そして階段を一つ、登ってないとこがどこなのかもわからない。ブリブリ、ブリブリ、ブリ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 。クヌギの大木が、クヌギっていう木なんだね。それ以上知らない。濃い魚。なんかでっかいかな？そんなこともないかな？よし！赤目釣ったことあるなぁ。ないやついないなぁ。イエーイ。油ぼて。魚。あ、これなんか、あ、光ってる気がする。お、来た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 。取ってない蝶々来た。虫もだいぶ集まったと思うんだよね。魚が6匹、虫があと5匹いないやつ。ワニガメなんて一回も釣ってないの、これ。野菜大好きがわかんないでしょ。お使いはラーメンしかなぜか頼まれないんだよね。麻生調査団、すべての階段を通る、すべての看板を調べる。なんか看板もスルーしてんのかな。とりあえずぐるっと回ってみるね。シーラカンス。シーラカンス、こんな川で釣れるんだっけ。調べる。一体誰のラジカセなんだろう。わかんない。階段行ってない。階段がわからない。イエーイ。川穴子ダメだ。捕まえたやつばっかや。ここの看板は見たしょ。私、博士の看板確認してないかもね、これ。これ。専用駐車場ってやつ。そうだ、あそこの専用駐車場、確認したことになったかな。お！看板1個。これだ、見てなかったの。あと1個だな。階段がわからない。博士と話しますか。あえて隣に座らない。ここに座ってると世間のことがよくわかる。空は青い、雲は白い。我が輩は自分の思惑通りにことが進んでくれないので自暴自棄になっている。どうせ世間は私のことなど1ミリも気にしてはいないのだ。いじけてる。博士もはやいじけてる。博士いい方向に使えばいいね、その頭。ティラノーン、舞い取ります。ブリブリ、ブリブリ。どこの階段を見てないかわからないぞ。なんならどこの看板も見てないかもわからないけど。ティラノーに踏まれないのむずくない。よいしょ。オッケー。お、育ってんだけど、これをあえて、取りすぎちゃった。あ！やべ、お腹すいた。もう、忘れた、しんちゃん、お腹すいてた。ごめん。おほい。ごめんなさい。お腹空いてましたね。こっちの看板はなくなったしな。ここに看板ないよね。ないね。登ってない階段どこぞ。あ、いや、イノシシ見たわ。見たな。見たな。イノシシに注意読んだな。読んでない看板もわからないな。どこだろう。イエーイ。空き箱。新しいとこばっかりっていうか、意外と一番最初からある場所の看板見てないのかもしれないな。階段はマジでわかんない。ちょっと近場の看板チェックしてみようか。ここはまあ見たとして。よし。
あ、シロが迎え来ちゃった。お迎え、テンキュー、シロ。やばい、どこ行ってないのかわからん。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。え、セーブ中急に。ララコちゃんが見つけた古の記憶をたどり、恐竜を過去の世界へ送り届けようとする人々、うんうん、そう、必要なことはすべて今までの経験の中にあったんです。経験の中にあったの。どういうこと？皆さん、今夜はお集まりいただき本当にありがとうございます。いたずら者のララコちゃんは昼間のうちにこっそりと博士の研究所からタイムマシンを持ってきた。あれパソコン1個だから。機械音痴の彼女はいつも触ったものを壊してしまうけど、今回はまだ大丈夫。まだスッとよく持ってこれたな。それスタンバイ OK。 音楽はいつでも音量を上げられるぜ。イエーイ、ありがとう。そして恐竜が自由に移動できないように町の通りに彼らが好きな音楽を、確かに止まるって言ってたもんね。なんだなんだ、何か始まるの？お、来た来た来た、突撃レディ来た。お、ハートマークも。そしてステゴーンだな。名前が一緒に出てこなかった。ステゴーン。そう、ラストが来た。ティラノーン。全部なんか名前似てんな。ステゴーンとティラノーン似すぎたな、名前。次は3組のカップルのセッティング。セッティング。では皆さん、2人で1組分かりましたか？はーい、ちゃんと言ってたんだ。ちゃんと声かけたんだね。ではまず、ヨヨコお姉ちゃんとサブローくん、末永くよろしくね。はいよ。なんか軽いな、サブロー。うんうんつって、まあもともとすでにラブラブだったからね。ただ軽いな。次はヨシコちゃんとキャップ。本当に僕でいいのかな。はい、よろしくお願いします。よしこちゃん、今日はいつもよりさらに綺麗。キャップ、ちゃんとエスコートするのよ。よしこちゃん、年上が好きだったんだね。おじが好きだったんだね。お、いいね、いいね。何気に二郎とモットーちゃんもカップルっぽいけど。で、最後が私としんのすけ。おらもよしこお姉さんがいいぞ。ララコちゃんに失礼よ。案外お似合いだぞ。恐竜がいなくなって平和になったら、よしこお姉さんも喜ぶよ。それは大切。しんちゃん、しぶしぶ。あ、ここで使うんだ。そして、今宵の宴が始まった。王が眠る地に現れた竜。恋多き乙女と、姉妹は伴侶を連れて立ち、櫓の上に火を灯せ。なるほど。そっか、これ一応櫓か。お、火を灯すのは拙者がやるでござる。火吹けるからな。やばいやばい、ガチガチな火吹いちゃってる。いいのそれ、もう、ヤグラも燃えてない？ヤグラのやつがヤグラ燃えてません？銀河は辛いカレーを食べて、口から火を吹き、ヤグラの屋根に白い炎を灯します。なあ、白い炎ってどんだけの温度なの？おお、そこから細い光の束が天に向かって伸びていき、伸びていき、それは100キロ離れた福岡市内からも見えるものになったのです。福岡から100、もう分からんのよね、その辺の土地感が。フルボリュームでミュージックレディーゴー。うわうわ、アウアウ。あ、恥ずかしいダンスと浮かべて、タレル、イラム、マレシ、ロンロ、デカ子をやられ、やって、コロイ。時間と空間を超えて。お、これ恐竜返せるんじゃない？すべては一瞬の出来事で、ある。ある？ララコちゃん機械壊しまくってたのに、これだけ壊さずいけた。
帰ってった恐竜。すべての恐竜が過去の世界へ行きました。戻ってった。作戦の成功を祝う阿蘇の人々、おめでとう。機械音痴でいつも触ったものを壊してしまうナラコちゃんは、確かに壊した。今回も大活躍。最終的にタイムマシン壊した壊しちゃうはずが。なんということをしてくれたのだ私の恐竜たちが。かわいい子たちが。博士、恐竜連れてきた方はもうちょっとミニサイズにしてもらっていいかい。ついでにお伝えしますと、あ、壊したんだやっぱり。これ壊しちゃったやっぱり。すっごい壊しちゃった。もう大変。結局やっぱララコが壊すんだこれ。ボタン1個押すだけなのに。ただの才能だけど。怒る？え？なになに？修復不可能。壊れてる。え、壊されてる。かわいそう。壊れてる。もう大変。電源スイッチが入らない。完全にもう燃え尽くしたぐらいじゃん。価値はそんな安っぽいもんじゃない。確かにタイムリアルタイムマシンなら1ヶ月どころじゃ返せん。今回はおかかのおにぎり10個でどう。100個なら手を打とうおにぎり100個でいいんだ。なんだその本は。わがままステゴザウルス。博士が見つけたもの、それは姉妹が持っていた絵本かと思う。あれ、絵本じゃなくなったの。ハタが思わずここに持ってきてしまった読み聞かせの絵本でした。博士が手に取って開いてみると、彼が幼い頃に持っていたものと同じ絵本。やっぱそういうことなんだ。博士がやっぱ記憶にあるのを作り出してた感じか。こんなに無垢で可愛らしい世界だったのか。わがままステゴサウルス。彼はとってもわがままステゴサウルスでした。親切な友達の忠告は全く聞かないし、食べ物はいつも独り占め、誰もいない森の奥まで運んでいてそこで食べていたのです。これをずっと喋ってくれてたの。全然聞いてなかったわ、畑さんのお話。あ、背中にあれおできだったんだ。ヒリヒリチクチクとても痛いって。これでも水ぶっかけたらすぐ治ったよね。幼い頃の光景を思い浮かべる悪の博士。親が買ってきた大好きな絵本。絵本にしては字が多いな。それを読んでもらう至福の時間。遊園地へ行く約束の日に。ああ、そういうことか。お母さんと一緒に遊園地行きたかったんだ博士。しい、そしてちょっぴり寂しい幼き日々の淡い思い出。あるあるだよね、旅行の時に熱を出すとかね子供あるある。知恵熱みたいなの出しちゃう。あの頃我が輩はおにぎりを持って遊園地へ行くこと友達に自慢したんだ。でも風邪をひいていけなかった。よっぽどひどい風邪だったんだな。かわいそうに友達には嘘つきだと言われてしまった。大人になっていろんな発明をしても他人にその成果を盗まれたり無視されたり、なかなかひどい目に遭ってんだ博士。我が輩は実にいろんな経験をした。いい思い出もあるが寂しい思い出が多いな。本当にいろんな経験をした。夜風のように届く声、終了。悪の博士の悪なき野望。ちょっとなんか博士かわいそうかも。めっちゃ、なかなかな仕打ちに合ってきたね、博士。それがでも、あの可愛い恐竜たちならまだなんか優しいもんだな。おお。え？帰ってきた。あ、違うか。日の宮蔵。当時、九州を治めていた卑弥呼の村に突然、恐ろしい恐竜たちが現れて、あ、そういうこと？村人たちがパニックになっている。あ、何？しんちゃんたちが送り出したからあの卑弥呼の状態になったってことなのか。じゃあなんかもうわけわかんない、どっちが先だよみたいなね。よくあるやつ。恐竜が呼んで一体どこの部族の仕業じゃ。卑弥呼が怒ってる。お前ら全部食っちゃるけんね。食われちゃう。え、柴竹、今宵は焼肉じゃ。あ、恐竜食われちゃう。待て待て、こやつらに砦の建設は手伝わせるのはどうじゃろう。
おお、なるほど。確かにこの子たちいい子だからちゃんと働いてくれると思うよ。恐竜どもと共存共栄するのじゃ。恐竜たちがタイムスリップした先は白亜紀ではなく古墳時代の九州でした。古墳時代の九州でした。絵本の絵本の話を読んで恐竜を戻したんだけど、そもそもそれの恐竜を戻したことによって絵本ができた感じ。しんのすけたちの行いがなんかようわからんの。古代から伝わるヒヒコの物語を生んだのです。古代女王ヒヒコの秘密も終了した。タラララララララ、ややこしいややこしいや。何がどうなってこうなったのか誰も分かってないけど、無事解決したようでよかったじゃない。かわいい周り。とりあえずなんかどっちが先議論が出そうだけど、まあいっか。あの人とあの人が仲良くなって、あの人とあの人がくっついたら、次郎さんとくっつく相手はもう私しか残ってないじゃない。ここのね、村人少ないからな。嬉しい。待っていた甲斐があった。こういうのってなんて言うんだっけ。聖っては、ん？聖ってはことを子孫で次郎、んちょ、わかんないでしょ。もしいなくなった恐竜が本当にヒヒコの世界に飛んでいって、あの有名な伝承の元になったなら、面白えな。まあ、俺たちアーティストの妄想なんて当たるわけないんだけどな。めっちゃいい読みしてるよ、ジロー。大正解。恐竜がいなくなったおかげで明日から今まで以上に定時運行に邁進できる。幸せ。しんのすけくんもご苦労様でした。貴重な研究資料としてあの絵本を手に入れることはできないだろうか。いくらなら売ってくれる？いや、いくらまでなら出せる、自分がね。おにぎり30個くらいでなんとかならんだろうか。おにぎり、全部おにぎり換算。毎晩お母さんが読んでる本と博士が連れてきた恐竜って、全然似てないと思うんだけど、解釈の違いかしら。絵本の作者に意図を聞いてみたいわね。すごい、もう大人なのよ、発言が。毎晩お母さんが読んでる本と博士が連れてきた恐竜ってなんか似てると思ってたけど、なんか似てるよね。確かに。はたさん。まさかあの絵本が、こんなに有名なものだったとは。今日まで知らなかったわ。中古価格はいくらくらいなんだろう。売る気？え、そういうことじゃないって。売る気博士に売ってあげて、そしたら多分いいねで買ってくれるよ。なせばなる。お腹が空いたら腹が鳴る。僕は恐竜は全部博士が作ったロボットだと思ってたんだ。だってロボット大好きなんだもん。私は妄想だと思ってたよ。だってブーちゃんたちはさ、結局しんのすけの妄想なんでしょ。いや、ちょっとわかんないな、マジで。そんな感じのことを博士が言ってたよね。結局自分たちのなんかこう考えたことが形になってるからみたいな。ブーちゃんとマサヤくんは妄想なんじゃないの。ようわからへん。おうおう、よしこさん。ねえ、キャップを見なかった？一体どこに行ったんだろう。男の人って本当に複雑よね。ここにいない、キャップ。いるじゃん、普通に飲んでるじゃん普通に飲んでるよ、この中で。え、よしこくんをオラによこせって。子供は本当に直球勝負で羨ましいな。しんのすけくん、うちの娘をよろしく頼みます。今日はどんな記事ができた？あ、ここで聞いてくれるの。これは歴史に残る大スクープだ。ほら、大事でしょ。すごいぞ、しんのすけくん。自分のデートのことまで記事にしちゃってるから。しんのすけ記者の記事による新規契約数は379人。お、すご。お小遣いゲット。ありがとうございます。出来上がった記事は新聞社に来たら見せてあげよう。しんのすけ記者、よろしくお願いしますね。はいはい。父ちゃんにも話聞くか。しんのすけとララコちゃん、なかなかお似合いだったぞ。確かに年は多分しんのすけとララコちゃんが一番近いのか。いや、そんなこともない。5歳児とララコちゃんは見る感じ10歳にはなってるでしょうと思っている。看板はどこなの？わからないの。見てない看板がマジでわからない。そして渡ってない階段もわからない。お？ガキンチョは帰る時間だぜ。はい、帰ります。ゴミ収集の看板読んでないような気もするんだよね。恐竜時代の記憶とヨヨコおばちゃんの結婚、そしてしんのすけの相手は？忍法彼に集まれ。火を吹く恐竜、火を吹く人間大発見。本当に人間なのかな。忍もちょっと怪しいとこだよね。誰もあそこにカレー屋ができたタイミング知らないもんね。お、蝶の仲間全部集めた。やった。英語のバター、フライター、バター色の虫のこと。あ、そういうことなの？え、違う。え、そういうことなの？目標達成、かなり珍しい、ゴイシツバメシジミを捕まえた。
羽に碁石が、あー、なるほどね。目標達成、アマゴを5匹も釣り上げた。どっちがいいかな。恐竜がいなくなり、博士はおにぎりを100個もらった。博士は昔の夢を取り戻した。これがいいね。希望があるね。恐竜の絵本は夢が詰まった素晴らしい本だった。売ったらいくらになるの気にしてはいるからね。そうしようか。しんのすけ、大好き。お、ララコちゃん。まさかの。しんちゃんよかったね。将来はララコもちゃんとお姉さんになるよ。はい、ということで本日はこちらで終了です。ついに恐竜をね、まあ、元のお家には帰ってないんですけど、昔の時代に送り込むことができました。ここで終わりなのかな？ちょっとまだわからないんですけど、まだ最終回ではないので、この後もクレヨンしんちゃんを続けていこうと思います。最後、しんちゃんの恋の行方どうなるのかなって気になった方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。